ペプチド型症合成法。ペプチド型症合成法。ペプチドこそ、不合成法。A. ソリッド。フェーズペプチドシンセシス。SPPS は、研究室でペプチド及びタンパク質を科学的に合成する際に、一般的に用いられる方法の一つ。表面を網の下で収縮した、直径 0.1mm 程度のポリスチレン、高分子ゲルのビーズなどを、 片症として用い、ここから脱水反応によって一つずつ、アミノ酸さ伸長していく。目的とするペプチドの配列が出来上がったら、片症表面から切り出し、目的の物質を得る。バクテリア中で合成させることの、難しいリボソームペプチドの合成や、D 体や重原子時間体などの非天然アミノ酸の導入、ペプチド及びタンパク質主さの就職なども可能である。 ペプチド合成法は、型症合成法に先立って、液層法においてその方法論が確立された。ペプチド型症合成法は、ロバート・メリフィールドが研究の先駆けとなっている。例えばアミノ酸エヌタンを、カーバメートで保護するのは、アミノ酸のラセミ化を防止するためであり、液層法で確立された手法である。またカルボキシルトの活性化の主役もそのおもとは、 液相法で開発された主薬である。型症合成法では、特に各ステップで高収率で目的物を得ることが必須である。例えば各ステップで99%の収率だった場合、26個のアミノ酸が結合したペプチドの最終的な収率は77%である。一方各ステップで95%の収率だった場合、 同じものを合成した時の最終的な収率は25%である。特に各段階の作り損ないは次の段階でも反応するので、ペプチド差が短い多様なペプチドから目的のペプチドを生成することは極めて困難である。液槽法においては、各段階でペプチド差を生成することでこの問題を回避するが、最終段階で単体からペプチドを切り出す方称。 合成法では原理的に各段階で生成することができない。このため各段階でかなりの過剰量を2から10倍のアミノ酸を用い、またカップリングに用いるアミノ酸自体も特徴的な収縮がされることにより非常に最適化されている。また通常は未反応の N 単の存在を指示薬や機器分析で検出して未反応の N 単がなくなるまで同じアミノ酸で ペプチド化を行うことで核弾の周率をほぼ100%まで進行させる。液層法では、ペプチド差が長くなると反応点である末端が減少すること、水素結合により折りたたまれたり重積したりすることで、反応点が内部に引き込まれるなどの原因により重数、数十期より長いペプチドは合成は困難であった。液層法に比べ片層法では次の要因により、 反応が有利に進行する。とはいえ、片双方においても70から100個を超えるペプチド差を合成することは困難であり、典型的なペプチド及びタンパク質はその上限を超える。このため長いペプチド差は、ネイティブケミカルライネーション法を用いて、2つのペプチド差を結合させることにより、高周率で合成される。またペプチド合成の難しさは、 配列にも依存する。例えば典型的なアミロイドペプチドやアミロイドタンパク質は反復配列が多くて重積しやすく合成が難しい。リボソーム上でのタンパク質合成とは異なり、ペプチド合成法では C マッタン側から N マッタン側へ向かって合成が進められる。したがって C マッタンアミノ酸を単体、ポスチレンに固定して合成が解される。 液相法であれ、肩相法であれ、無保護アミノ酸を使って、ペプチド合成をすることはできない。それは、無保護アミノ酸が、自己縮合して、ジケトピペラ人体になったり、オリゴマーが生成してからペプチドと反応したり、するからである。ペプチド合成においては、アミの元の保護として、フマックキとバックキが、よく使用される。また、ミド結合形成反応には、以前は、ホブット、 一ヒドロキシベンゾトリアゾールと DCCN、N, N ジシクロヘキシルカルボジーミドの組み合わせが使用されることが多かったが複製生物の除去が難しいため近年ではジソプロピルカルボジーミド、リクを用いることが多い。他にも数多くの優秀な縮合剤が開発されており目的によって使い分けが可能である。型消表面とアミノ酸との反応が終了したら 片症を溶媒でよく洗って残ったアミノ酸などを除去する。この後、片症に結合しているアミノ酸の保護器を除去、脱保護すると、次の反応点となるアミノ素が、再び片症表面に出現する。使用するアミノ酸を順次変更しながら、この手順を繰り返すことで、目指す配列を持つペプチドを精度よく合成することができる。なお、現在では、この手順は自動化され、 自動合成器が使用可能となっているが、手動での型消耗性を行っている研究室も多い。本質的に N 保護器を脱保護する条件で単体に固定しているカルボキシル元が切断されてはいけないので主寿の N 保護器が開発されているが、同時にカルボキシル元とポリスチレン単体連結するリンカーサも主寿の条件で C 単切断するものが開発されている。 代表的な例としては、ワンレジンなどが挙げられる。一般に、N 保護器トリンカーの組み合わせで、N 脱保護や C 炭切断の乗が決定される。フマックはフルオレニルメタアキシーカーボネルの略であり、保護器である。フマック器を、ペプチドさから外す場合には、通常、DM 回20%ピペリジン条件が用いられる。フマック器は、 複製生物を生じるが、洗浄で除去できる。またこの洗浄液の急行度を測定することで、反応の進行具合をモニタリングすることが可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。